天気の一番下の一点差が、損失一点差が国を の力を取るのは必要な。その文学部でこういうことが浮かんでくるっていうのが伝わるようなのかな。ああ、なるほど。Hello there、始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、ダルビッシュの。はい、ダルビッシュです。今の R さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。今回はですね、まあ、トイック界ですごい有名なんですけども、大学受験の話をですね、はいはい、他では、ほぼほぼしてない、ね、ほぼな大学受験のこと興味あって見てる人結構多いん で、 そうですよ、ね、ちょっと話していこうかなと思うんですけど、もともと大学慶応義塾大学文学部文学科国文学専攻卒業です。はい、ということですね。まあ大先輩になるわけなんですが、まあ慶応義塾大学文学部の、ね、そうそうそう話を聞いてきて、まあ特殊なんですよ、入試が。そうそうそう、はい、非常にまず国語がない。もう慶応大学というんですね、そうです、文系に国語はないというので、なんで古文漢文やらなくていい、うん、そうそうそう、なのに古文ですもんね。そう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 、入試科目なかったっていうね。そうそうそう、ないけどもないのに専攻してでも入学してみたらそんな人も割といましたよ。あ、そうですね、うんうんうん、辞書が使えるってね、英語の。ああ、それは、僕は辞書なしでどうね、時代受験してます。辞書なし時代、辞書あり時代で、辞書なしでしたけど、あの拡充ですね、はいはいはい、単語の意味はあの問題冊子の下にもうたくさん挙げられていて、そのままいわゆる書き換えずに難しい原点をそのまま出すっていうのが特徴ですよね。難しいあの左折みたいなの、タイムのエッセイとかも、はいはいはい、それをそのまま出して単語の意味を与えるという。なるほど、というのが120分ですかね、昔。はいはい、その辺のですね、ちょっと歴史を聞いていきたいんですけど、まずどっちが先ですか。国語廃止と辞書廃止はどっちが辞書国語廃止が先です。国語廃止が先で、1978年ぐらい、40年ぐらい前と聞いてますけど、廃止した表向きの理由は、その文学部の学受験生に国語の力を問うのは必要なく、その代わり小論文で考え方を聞こうというのが表向きの理由なんですけど、はいはい、それ僕もその先生教授からはそういうふうに表向きので聞いて表向きの理由なんですけど、まあおそらくそうではないかと、こう学内でずっと作られていたのは、はい、国語を採点する、教官が少ない、はいはいはい、その国語の採点の負担をなくすために国語にしかもしくはなくしたと。なるほど。じゃあそれまでは古文漢文やってた。普通に入試科目として古文が、あの国語がありました、はいはいはい、うん、当時は現代国語と、うん、古典ですね、はいはい、いうのがあったと聞いております。なるほど、うん、漢文は、漢文もあったと思います。普通に早稲田と同じような、はい、あの私立文系型の国語の入試がですね、40年ぐらい前まではあって、でそれはあの、まあ、裏事情として、まあ、その学内で伝わっていたのがその採点の負担が、で実際国文学の専攻の先生が、はい、日吉とかも合わせても、はい、少ないわけですよ、ね、はいはい、その人たちが前前とね答案を採点するわけで、その負担をなくすために政治的な理由で、なるほど、うん、それで全部慶応全体で、うん、あのそうそうそう、そうすれば小論文にすれば他の専攻の人でもいいわけですからね、はいはい、採点するのは。なるほどなるほど、ああなるほど、それはね、なんか全然なんつうかこうあのとんでもないことではなくて、実際その国文の先生たちが数が少なかったと知っているので、うん、その負担を軽くするってのは確かもっともだと思います、うん、ちょっと負担が重すぎる。それはだってあれですね、文学部だけじゃなくていろんなのの採点してたってことですよね。そうですそうです。うわ、小学部とか経済学部の高校もやってた。そう、高校がある、法学部は絶対あったと思うんですけど、はい、文学部と法学部は絶対あったと思うんで、研究に支障が出るというかね。他の科目どうやって採点してたんですかね。文学部の人たちに全部やらせてたってことはないですよね。英語文文学の専攻って各学部にいたじゃないですか、はい、いるんですよ、はい、法学部にいる英文学の先生とか、はいはいはい、いるから、あのそういう人たちが手分けしてたんだろうと、まあ多分かも。なるほど。ヤマミに所属してる英語の先生とかもいます。あ、はいはいはい。各学部にあの英語の先生ってなんか分かれているので、うんうん、フランス語とかドイツ語の先生もいるんですよね。なるほど。ただ英語はやっぱり、あ、英語はできても国語はそういかなかった、うん。そう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 、国語はそうじゃないです。国語はね、経済学部に一人いるだけだったかな。そんなだから。本当にいないです。数人しかいないから、1000人の先生が、うん、発表も早いですもんね。あ、はい、意外にね。なるほど。いや、採点っていうのもあるわけですね。採点というのもあったと聞いてますし、それはもう僕は最もだと思いますよ。うんうん、もうその当時の国語廃止の責任者の
先生、英文の先生が大変だったと思う。本当にもう論争がもうとんでもなく戦いが起こって、もう取りまとめなきゃいけなくて、どうしていいかもう本当に大変な日々を過ごしちゃってたんですけど。え、自称ありになったの？自称ありになったのは平成に入ってからです。はっきりちょっと覚えてないけど、自称ありになるんだって思ったの覚えてます。自称ありってあれじゃ、でもそんなね、知らないの全部引くわけにいかないですね。ああ、そうですね。分かれますね。簡単だっていう人と難しいって人で、早く終わっちゃう人、本当に早く終わっちゃう。ものすごく早く終わる。僕らの頃もなんかそんなに深いことは聞かれなかったけど、でもその文章の概要がね、大体の内容が分からなくて、ちんちんかんぷんじゃダメっていうような話があったけど、そんな深いことは聞かれなかったけど、北体験記とか見ても超長文っていうふうに言われて、結構恐れられてはいたんですよね。手も足も出ないみたいな人が、辞書引いちゃってもう分かんない単語ばっかりでっていうので、なっちゃう、もう時間が足らないっていう受験生と、いやそんな別に辞書引くとこなんかそんなにないしって言ってすんなり終わる受験生が結構いますね。あの帰国の子とか、帰国子女枠じゃなくて一般で受けても入ってくるじゃないですか、はい、あの子たちに聞けばもう何のことはないと思います、ね。はい、彼女じゃもう日本語を勉強しないといけない。むしろ小論文の方かもしれないですよね。和訳とかね、そういうのを練習してやんなきゃいけなかったりとかね、日本語で要約したりとかですね、そういうのをやったりするんですよ。だから、ね、そういう入試はね、その一応怖かったんですよね、その長い文章を読みこなすっていうのもあったし、小論文もあったけど、小論文は600字だったんですけど、相手も怖かったですし、あれ、ね、読んでですよね、まあ、読んで、課題文を読んで、課題文が相当長いのを読んで、だからその現代文の小論みたいなやつなんで、それがやっぱり読みこなせなきゃいけないから、実質国語やってるのはそんな変わんないっちゃ変わんないんですよ。僕が受験した時代って、その補欠合格がたくさん出たっていうので、補欠にこう望みをつなぐっていうのは、もうね、あのボーダーの人だったのがいましたし、実際僕も補欠で拾ってもらったので、補欠はその僕の年だと C ランクまで許可が出て、正規の一番下の1点差が A、その1点差が B、1点差が C っていう話聞いたことあるんだけど、なるほど、うん、そう、たくさん、でもね、それよりもっとたくさん許可が出た頃もあって、はい、G ランクまで発表されてましたね。国立の抑えで受けやすいんですね、慶応文とかは、うん。国立の抑えで、当時はほら、僕の頃は国公立が1校しか受験できなかったから、はい、飛行機がないわけで、そのもう、総研に行くしかないわけね。はいはいはい、で、それだとその、やっぱ受けてるし、その発表がだいぶ遅いし、慶応の文と早稲田の1文だったら、1文にみんな行ったので。はいはいはい、なるほど。僕も本当それ望みをつないでて、一文の人が蹴ってくれれば僕自分は入れると思って、そうだったと思うんですよ。でだからそれがあって、であと早稲田の法とか小とかと併願してる人いるじゃないですか、でそういう人たちの発表を待って最初の補欠がダーッと出て、なるほど、法や小に行きますもんね。そうそうそう、だから補欠がたくさん出てて、だから発表も今言って G ランクとかまで用意していて、だからそれをね、それが必要だった。いつも予備校では、いや小論文が怖いんでって言って早稲田を選ぶ人が多いんですけど、それはね、おかしい。古文漢文はなんかもう外国語のように勉強しなきゃいけないので、古文いらないじゃないですかね。その文学部ってこういうことが言いたいんですっていうのが伝わるようなのか。ああ、なるほど。だからやっぱ先生たちはその他の学部と、ね、その滑り止めに出会ってほしくないんで、やっぱ自分は文学部でこういうことやりたいから文学部受験しますっていうのが、小論文のその時間というよりもろになるとダメだけど、そのテーマに沿いながら分かるように書いたっていうのがありましたね。なるほど、いい。それでも先生たちは入学してる先生の話するとなんかそんな感じで、だから自己推薦が始まったのそうで、あ、なるほど、うん、滑り止めで文学部受けるんじゃなくて法学部の、文学部にこういうことしたってくるっていう人を取りたいっていうのがあったらしい。なるほど、確かにそれは重要ですね、だからそうか、もう1年の時のクラスメイトなんかね、女の子はもうほぼほぼ推薦でしたから。あ、そうですよね。一般が1人だったかな、そういうそういうのを取りたいんですよね。20人中ぐらい、なんか1人ぐらいしかいなかったですもん、うん、先生たちはね、そのことずっと言ってましたよね。なるほど、そういうことだったんですね、うん、あ、なるほど。そうです、それに対してだって、男は2人除いて全部東大志望でした。あ、そうそうそう、男はそうなんですね。上がってきたのが3人、3人がその慶応式校といわれる塾校上がって、そうそうそう、あと全部東大志望でした、うん、多分だから僕らの頃でもそのやっぱさっき言ったように早稲田の整形が最高峰で、整形落ちた人でこうブーンになるとか、整形も法も小もダメで、早稲田の教育と慶応の文が残って慶応の文を選ぶとかね、そういう
学生はね、あんまり先生たちに来てほしくないっていうのがあって、だから自己推薦っていうのは平成の初めぐらいですよね、うん、自己推薦にして始めて、もう本当に来たい人を取るんだとかって。なるほど、ぜひぜひね、参考してもらって。うん、そういう、うん、来たい人にはこう、ね、門戸を開いてくれる学部だと思ってます。ぜひ来たいと思ってくださいね。はい、本日は荒さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.